当は消防活動技術者隊です。通称クイックアタッカー。その名の通り機動性を生かし、高速道路や山間部での消火救助、そして応急救護など素早く活動することを目的とした部隊です。指令者隊は災害現場で消防部隊の指揮や情報収集を行います。この部隊はポンプ車で編成され、小型ポンプ車、普通ポンプ車、水槽付きポンプ車、搭載付き水槽ポンプ車、はしご付き水槽ポンプ車、さらに5トン水槽付きポンプ車が続きます。ポンプ車は消防活動の主力となる消防車両です。火災以外にも危険物災害、水災害などに活用します。消防庁では現在233体の救急隊を配置しており、突発的な救急出動件数の増加にも対応ができる体制を整えています。救急車内の収容スペースを拡大し、走行時の振動干渉装置などを装備して安全・迅速な救急活動に努めています。先頭に照明電源車、工作車、資材搬送車、そして特殊災害対策車、水難救助車、10トン水槽車、最後に指揮統制車と続きます。市と江東区新木場に設置され、空からの消火、救助、情報
報収集、救急搬送などを行っています。最新鋭のポンプ車、はしご車、救急車など車両70台、消防ヘリコプター5機、消防艇4艇、消防団車両13台による消防機械分隊の分別行進をご覧いただきました。